虫類という意味でジュノサウルスと付けられました。この森に最初に現れたブラキオサウルスと同じ竜脚類の仲間です。しかしジュノサウルスの首はそれほど長くはなく、足は4本とも同じくらいの長さなのがお分かりいただけますでしょうか。それでは次に進みましょう。はい、パパ、こっちこっち。キタさん、はい。ここから時代が変わります。今からおよそ1億4500万年前の白亜紀へと参ります。イエーイ。お、なんだいる。ベロキラプトルが現れました。ベロシラプトル。ベロキラプトルは白亜紀にアジアに生息した小型の肉食恐竜です。全長はおよそ2メートル。推定体重は。15キロ程度と体型はほっそりとしていました。大きな頭と後ろ足の鋭いカニ爪が特徴で、獲物を仕留める強力な武器となりました。また軽い体を生かし、走る際の最高速度は時速60キロにも達したと言われています。それでは次に進みましょう。はい、次。運転してる人がやったらさ、渋滞になっちゃった。トリケラトプスの親子が現れました。トリケラトプスは白亜紀後期に北米大陸に生息した植物食恐竜です。その名前は3つの角を持つ顔という名前は意味で角竜の代表ともいえる恐竜です。後頭部には発達した襟飾りがあり、3本の角とともに身を守るのに大変役立ったと言われています。それでは次に進みましょう。トリセラプトプス。ステラノドンの群れが現れました。ステラノドンは白亜紀後期に生息した毒竜です。パパやるよ。実はこの毒竜は厳密には恐竜ではありません。いる。今から2億年以上前の誕生期に恐竜とは別の進化を遂げた。いわば人間のような関係です。わあ、アイちゃん、こっち見て、アイちゃん、アイちゃんこっちでこっち、アイちゃんこっち。この姿で羽ばたくのではなく、あやか、あやかもう一回ここ。陸上ではあまり素早く動くことはできなかったようです。それでは次に進みましょう。アイか、こっち見て。はい、3、2、1。よし。左手に。ティノサウルスが現れました。ティノサウルスは白亜紀にアフリカ大陸に生息した肉食恐竜です。全長は推定で15メートルを超え、肉食恐竜では最大の大きさを誇ります。陸上、水中の両方で活動し、魚をはじめ恐竜、翼竜たちを獲物にしていたり、そして右手には史上最強の肉食獣ティラノサウルスが現れました。ティラノサウルスは白亜紀末期に北米大陸に生息した肉食恐竜です。ティラノサウルスは大きくて鋭い歯と、ティラノサウルスは強力
くな顎で圧倒的な噛む力を持っていますが、この前は体重でも3トン以上と見られており、獲物の骨どころか車の存在するくらいの力があったそうです。他の恐竜と比べても圧倒的な陸上生物史上最強と言われています。あやか、それでは次に進みましょう。オッケー、ティラノサウルス赤ちゃん、可愛いベビーパン。ティラノサウルス後ろ足の指を覚えてる。これはすぐ分かる。絶滅の時代、やがて恐竜たちの時代は終わりを迎え、このような姿になってしまいました。ステゴサウルス、トリケラトプス、ティラノサウルス、三畳紀、ジュラ紀、白亜紀と様々な時代をおよそ1億6千万年にわたって繁栄してきた恐竜たちですが、今からおよそ6550万年前、白亜紀の末に突然と地球上から姿を消してしまいました。その原因はメキシコのユカタン半島に落下した巨大な隕石だったのではないかと言われています。以上をもちましてツアーは終了となります。放射状に到着するまでこのままお進みください。本日はありがとうございました。また恐竜たちの森でお待ちしております。はーい、ハハ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 ハ。はい、バイバイ。Yun yung aming sinakyan. Bye bye! May budgie pa si Ayaka. Patingin ang budgie mo! May sita Ayaka. May sita budgie. Yung binigay pa ako. Mag go-kart daw kami. ここにあったの、ここに出たわけ。よし、
欲しかったサメの歯あった。パパアンモナイト取ってね。取ってないとここに。全然ここに。ママに早くやった方が素晴らしい。でパパ、パパはこれが化石なのか何なのかは分かんない。ただの石だと思う。あった石、ダメ石にパパ。これただ石だろうな。どれが化石なの。Thank you.